初戦、いかがでしたか。厳しい試合だと思うんですけども、はい、前の選手が頑張ってくれたので自分的には楽でした。緊張したんですけど、まあ、結果だったんで良かったです。印象に残る本日の試合ってありましたか。あの準決勝でも準々決勝でも構わないですけど、決勝トーナメント1回戦で東海の相模の試合で代表戦だったので、それが一番大変でした。代表戦はどんな気持ちで戦ったんですか。とりあえず雑にならずに最後まで諦めずに頑張りました。本日の印象に残るターニングポイントのあった試合はありますか。やっぱりあの決勝トーナメント1回戦で相模チーム全員が引き分けて、最後最初に頑張ってくれたので、それが一番良かったです。あの大会前というのは、あの全体的な調子とかはどうだったんですか。みんなそこまで調子が良くなかったんですけど、当日みんな働き合い入って調子を上げてきました。徐々に試合を終えるごとにみんなが調子良くなって、これが優勝に結びついたと思います。つまり優勝は狙ってましたか。わかりました。来週がインターハイ、これが厳しい試合が続くと思いますけど、頑張ってください。どうもありがとうございました。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。団体戦優勝、個人戦優勝と、本日はすごく試合が多かったと思うんですけども、体力的にはいかがでしたか。個人戦の時は何分やってもいいから焦らないで自分のペースでやろうと思ったので、はい、団体の時トラップの体力まで残しておこうっていう感じで、自分のペースで試合ができたんで、体力的には本部よりの審判控え室に、本日すごく試合が入っていたんですけども、やはり優勝への気持ちが現れたんですか。自分もともと神奈川県出身で、神奈川県から茨城に行ったので、その意地は誰よりもあります。あの団体戦の方に話を戻します と、チーム全体の調子というのはいかがだったんですか。自分たちの戦い方は大勝までリードをさせないで戦う戦い方なんですけど、最初は結構もたついちゃってた場面があったんですけど、そこからはもう前がしっかりしてくれたので、チームとしてはチーム力はどこのチームかなと。それで上位戦になるにつれて代表戦や対象戦が多かったと思いますが、気持ち的にはどうでしたか。気持ち的には全然歪みはなく、絶対に勝ってやるっていう気持ちが常にあったので。ありがとうございます。時報が取られてしまったんですけど、はい、中堅副将がしっかり返してきてくれたんで、自分は自分のペースでいけるのにと思って。個人戦も団体戦も決勝戦の相手は北条選手だったですかね、はい、個人戦で勝ってたので、はい、絶対団体戦になったら取りたいだろうなっていう気持ちがあったんですけど、副将が取ってきてくれたことによって逆に自分が狙いやすくなったんで、そこをはめようとしていました。わかりました。すいません、優勝おめでとうございました。また5月でお願いします。ありがとうございます。